確実な守りと思い切りのいいバッティングが魅力、白石則之。塁上は走塁に絶対の自信を持っている田中。バッテリー警戒レベルを引き上げます。6回の裏、まずは初球、現在同点です。これは逃がした。まずはストライクが1つ。バッターボックスにはピンチヒッター、白石。平凡の当たり、さあゲッツーコース、一塁へ。きっちりとダブルプレーを取りました白石。ここは最悪の結果に終わっています。6回の裏、この回のスワローズランナーを出しましたが無得点に終わっています。ここでピッチャーを変えてきます。スワローズ2度目のカムバック。スピードボールを突き刺せ、木田正夫。とここで代打でしょうか。瞬間で狙いを定める、驚愕のバッティングセンス、末永正文。さあ注目です。初球打った、センターへ、伸びる伸びる、これはアウト。木田、安定感抜群のマウンドです。さあ集中力を高めます。そよぎ、先ほどの打席ヒットを放っています。低め、この球には手を出しません。ストライクを1つ取っています。さあ2球目、投げた、打ち上げた、センター余裕を持って構えます。さあ2アウトになりました。さあ2アウト、ランナーなし、バッターは東で、先ほどの打席内野フライに倒れています。外れています。ノーワン。さあこのイニング3人できっちり抑えたいところですが、リズムって結構大切な要素ですから、ここで切れるかどうかっていうのは意外と大事なんですよね。しっかり打ち取って攻撃に移りたいですね。これは低めいっぱい、これは見逃し。ツーストライクワンボール、ストレート外れています。ツーアウト。第5球投げた、これは一塁側のスタンドに入ります。バッターボックスは今日2番に入っている東で、平凡の当たり、打球はショートへ、一塁へ、これはアウト。7回の表を終了して2対2、終盤に入りましたが、両チームここまで一進一退の攻防を続けています。スワローズ、ここで迎えるラッキーセブンは1番から始まる好打順、文字通りの幸運は訪れるでしょうか。注目です。ここでピッチャーを変えてきます。カープサイドスローからコーナーワークで勝負する林正樹。7回の裏、スワローズの攻撃は青木、1番からの好打順です。初球は見てきました。非常に引き締まった試合展開で、ゲームは終盤まで進んでいます。バッターよく選んでいます。7回の裏、外角、これも外れてボール。マウンド上は林、低め、この球には手を出しません。ツーツー、バッターは青木。真ん中低め、大きく外れてボール。第6球、これはショートへのゴロ、一塁は、これはアウト。アウトを一つ取りました。バッターボックスは2番リグス、先ほどの打席フォアボールで出塁しています。当たりは今一つ、簡単に2アウト。ここも打ち取った。2アウト、ランナーはありません。バットを構えます。3番ガイエル、低め、この球には手を出しません。ワンストライク、ノーボール。第2球、外のストレート見逃してストライク、ツーストライク、ノーボール。3球目、低めストレート、1球間を置きます。
7回の裏。ああこれは痛そうです。ツーアウト。5球目投げた。打球はファーストへ。自らベースを踏んでアウト。7回の裏、この回のスワローズ3人で攻撃を終わっています。いいですね。この回は完璧と言っていいと思いますよ。選手交代が今審判に告げられました。至高の投球術、時を経てさらに際立つ高津慎吾。ボールを引きつけ体の軸でしっかり叩く栗原。バッティングのツボを心得ています。初球は外してきました。現在同点です。ノーバン。低めいっぱい。これは見ました。カウントワンエンドワン。この後のバッターは新井、前田と続いていきます。ああ取っています。そして一塁は高津、安定感抜群のマウンドです。さあワンアウトランナーなし。バットを構えます。新井今日ホームランを放っています。これは見ました。さあ2球目、外のストレートわずかに外れてボール。ワンワン。8回の表、アウトコースギリギリいっぱい。これは見ました。ツーストライクワンボール。マウンド上迎えるのは高津。試合の流れをつかむのが非常にうまいピッチャーです。このイニングの重要性は十分に分かっているでしょう。新井これで4打数の2安打。松本ここで代走に入ります。機動力を生かそうということでしょうか。塁上の松本、2006年に試みた盗塁はジャストミート。ファースト強襲。まず二塁。そして8回の表、この回のカープランナーを出しましたが無得点に終わっています。ここでリリーフ投入です。復活を果たした仕事人、俺のストレートを受けてみろ、横山隆二。さあ第1球投げた。平凡な当たり。これはアウト。この回先頭バッターは倒れています。ワンアウトランナーなし。バッターボックスには5番宮部。内角低め、見逃してストライク。低め、これはボールとはっきり分かる球です。ワンワン。8回の裏、ワンワン。高く上がった打球、ライトへ。大きく切れていきます。ランナーなし。今のはカーブですか。スライダーが指にかかったんですかね。ピッチャーは今日4番手の横山。いい当たり、二遊間へのゴロ。宮部これで4打数の3安打。さあランナーを置いて迎えるのは6番宮本。低めストレート、初球は外してきました。まずはボールが1つ。大きく切れていきます。さあ第3球、これは打球はファーストへ。2者連続ヒットになりました。少しの絶好のチャンスになりました。バッターは田中。これはライトへ、難なく取りました。さあタッチアップのランナースタート。ランナー一塁三塁に変わっています。
スワローズ全ランナーは得点圏に。真ん中への落ちる球、これは見逃し、ワンナッシング。さあこのランナーを返して試合を動かしていきたいところ。これはうまくタイミングを外しました。点差はありません。2ストライク。二遊間へのゴロ、一塁送球。8回の裏、この回のスワローズ2者残塁で無得点です。惜しいところまで来てるんですけどね、あと1本なんですね。選手交代が今審判に告げられました。三振でゲームを締める最後の男、石井博俊。2006年は徹底した外角攻めに遭い、力を十分。抜けた島、これで4打数の2安打。さあランナーを置いて迎えるのは7番尾形。当たりは今一つ、よく取った。一塁送球、ランナーなしに変わっています。これはピッチャー助かりましたね。打球が強かったのがまた良かったですね。ツーアウト、ランナーなし。打席には8番クラ。先ほどの打席ファールフライで打ち取られています。ボール球を振ってきた。2球目、マイバッティング、左中間へ、レフトセンターバック、レフトスタンドに飛び込んだ。ホームラン。クラ、ここでこのバッティングです。一体どこまで飛ぶんだっていう打球でしたね。バットの芯にしっかりヒットした、いい打球でしたよ。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。スワローズ、これは致命的な1点差となりました。ここで代打でしょうか。初球から攻めに攻める未来のトップバッター尾形義典。これで1点リードに変わりました。勝ちを引き寄せるためには追加点が欲しいところですね。両チームここが勝負どころだっていうのももう嫌というほど分かってるでしょうね。ここでの1点ってもう本当にありがたいと思いますよ。平凡な当たり。9回の表を終了してカープ最終回の攻撃で勝ち越しに成功。このままゲームセットに持ち込めるんでしょうか。僅差の勝負ならではの緊張感が出てますね。最後まで僕も緊張しながら見たいと思います。ここで降板となりました横山。きっちりした仕事をしましたね。あとは後ろに任せていいでしょう。強天同地のフォークで三振の山を築く長川克弘。ここでピンチヒッターを使ってくるでしょうか。ストレートは全ていただく真中満。9回の裏バッターボックスには真中、9番からの打順です。このイニング下位打線からですけどしっかり点を取っていかないといけませんよ。見逃してストライク、ワンストライクノーボール。第2球投げた、真ん中低めいっぱい、これは見ました。ツーストライクノーボール。さあ3球目打ち取ったか、一塁へ。さあまずはワンアウト。さあバッターボックスには青木。これは一塁はツーアウトになりました。あと一人。打席には2番リグス。先ほどの打席レフトへのフライに終わっています。初球打ち、ショートへのゴロ。打球はショートを抜けた、取れません。リグス、これで4打数の2安打。
さあランナーを置いて迎えるのは3番ガイエル。塁上のリグス、2006年の盗塁成功率、これは打球は二遊間へ、2者連続ヒットになりました。ここで一発が出ればもちろんサヨナラです。強力なパンチ力を持ったこの人が打席に入ります。バッターラミレス。さあ第2球、真ん中低め、これはうまくタイミングを外しました。さあもう後がありません。3球目、いい当たり、セカンドへのゴロ、一塁へ逃げ切りました。明治神宮野球場からお伝えしてまいりましたスワローズ対カープの試合ですが、序盤で先制を許した後にこれを覆し、あとはそのままカープが逃げ切る結果となりました。いい試合でしたね。そうですね、リズムが良かったんで、なんてことない中でもいいプレーが多かったんじゃないかなって思います。少ないチャンスを確実にっていうのが結局必勝法なんだって改めて思わされましたよね。選手も勉強になったんじゃないかと思います。それではここで今日のハイライトです。2回の表、先に仕掛けたのはカープ、ランナー1人を置いてバッター尾形、このヒットで先制します。3回の表、カープ流れは止まることなくバッター新井、見事なホームランで同点に追いつきます。代わって6回の裏、ワンアウトランナー1塁、今日2番手の佐竹、ここをゲッツーに打ち取ります。先ほどのプレーが流れを引き寄せたんでしょうか。9回の表、カープ2アウトながらバッター福良、見事な勝ち越しホームラン。そして迎えた9回の裏、バッターはラミレス、対する今日5番手の長川、最後はきっちり打ち取ってゲームセット、カープ、見事勝利を手にしています。今日の放送、実況は節丸雄一でお伝えしてまいりました。それではまたお会いしましょう。We'll be right back.